こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、こちらのラクシーの4月号のコスメを使ってメイクをしていきたいと思います。イエイ。ということで早速、今日フルメイクですねやっていきたいと思います。下地はこちら、セザンヌ非ステカリ防止下地使います。意外とこれ使うの久しぶりかな。なんか最近ね、素顔ばっかり使っちゃってたんで。そう、その4月のね、ラクシーのボックスがその小顔メイクみたいな感じだったので、シェーディングとかね、アイシャドウとか入ってたんですけど、それを使いつつ自分が持ってるコスメも足しつつ、ちょっと今日はね、お出かけをしたいのでフルメイクをしていきたいと思います。こちらサナ毛穴パテ職人ミネラル BB クリーム。なんか最近ファンデーションつけてコンシーラーつけてっていうのがめんどくさくて、なんかこのね、 BB だとね、コンシーラーがね、使わなくても結構いけるんですよ。だからこれでやっちゃいます。なんかね、最近天気が悪くてね、嫌ですね。なんか私、晴れてる時はやる気が出るんだけど、雨の日やる気がどうしても起こらなくて、朝起きれなくなっちゃうんですよね。次ハイライトですね。イーグリップスアップルフィットブラッシャー06番ハイライター。これね、ちょっとね、手でね、触った時に粉がガッサガサだったのがちょっと心配で、顔に今日初めてつけてみるんだけど、どうなのかな。あ、これやり方とか書いてあるのかな。あー、指でつけるみたい。やり方はこれに書いてありましたね。指でポンポン、目周りにプラス、鼻の付け根と目頭にオンするっていうことですね。指でつけるんだね。こんな感じ、浮く感じ、なんか粉っぽいっぽい感じはしちゃうな。まあ悪くはないくて、色は肌なじみがよくってスッとなじむんだけど、なんか若干粉っぽい感じがする。あんまり好きなハイライトではない。こうリピートするほどのものではないけど、もらったから使おうかなみたいな感じかな。セザンヌフェイスコントロールカラー4番のマットブラウン使います。耳の横からくるくると円を描くようにのせます。やっぱりちょっと赤みが強いブラウンかな。でも私すごい浮くかなって思ったんですけど、意外と大丈夫そう。ノーズシャドウにも使っとこう。あのさ、ノーズシャドウで使ってたこの6プラスのあのブラシが、この前ね、ボンって筆がボンって全部取れてしまって、今ちょっとシュウエムラのね、前使ってたやつをね、1本だけ入れてるんだけど、そろそろ寿命かな。1年ぐらい使ったかな、このブラシセットも。やっぱりそのね、ノーズシャドウのブラシがめっちゃ使いやすくてね、ブラシをなんか買おうか、またセット買おうか、どうしよっかなって感じ。あることはあるんだけどって感じですね。迷ってる。まあ、入るけどさ、なんか一本だけ長くなっちゃう。こんな感じです。まず最初にあれですね、顔色足したいって感じなんで、ジルスチュアートブラッシュブロッサムの10番使います。濃いのと薄いの混ぜて使っちゃおうかな。この色ね、結構春にね、好きなんですよね。いつもプレストされてるタイプをね、パパーって使っちゃうことが多いんだけど、こうやって時間をかけてメイクができる日は、こうやってね、この粉タイプのやつを使いたかったりもする。ミアアイブロウペンシル02番のダークブラウンかな。これ元々の定価がね、サンキュッパっていう安いやつなんだけど、なんかね、返しみたいな見た目ですね。細くて返しみたい、こんな感じかな。繰り出し式、あ、なんかあれかな、芯結構固めですね。あ、でも色は私合うな。なんか芯めっちゃ硬いね、これ。なんか全然なくなんなそう。サンキュッパだけど、多分コスパめっちゃいいんじゃないですか、これ。どんぐらい芯が入ってるかは分かんないけど、なんか普通になんか鉛筆で描いてるみたい。こんな感じ。なんかね、芯は硬いけど使えなくはないね、全然。でも芯めっちゃ硬い。一旦ビューラーでまつげを上げます。ケイトのラッシュマキシマイザーで下地塗っていきます。
そしたらね、このボックスに入ってるこちらマリブビューティーシングルアイシャドウのヌーディーベージュ使っていきます。これをベースで仕込むことによってまぶたのくすみや赤み、色ムラを飛ばす、まぶた全体にしっかりなじませるということで、うわ結構白い、意外と白かった。うん、発色いいですね。すごく目頭につけたこのハイライトがちょっとベージュっぽいというか黄色っぽいのに対してアイシャドウが白っぽいから、なんかねちょっと不自然だから、このアイシャドウ足すんだね多分上からね。これをね、可愛いんでしょこれ、可愛いの。どうどうチョコシャドウモカブラウン、このベージュカラーは目尻と目頭からアイホール全体、中心はこのホワイトを残す感じになるんだな。そして立体感を出す感じだと思われる。馴染んだ。なんかラメ感がねめっちゃ綺麗ですね。ちょっと私は目の下にもこのベージュを塗っちゃいますね。そしたらブラウンでアイラインっぽく引いていきます。うん、やっぱりブラウンを引くか引かないかで全然違いますね。はい、できました、アイシャドウ綺麗ですね。ラメ感がね結構、そしてねすっごい自然、めっちゃ自然。ボックスのコスメは全部使い切った感じですかね。なのでここからは自分が持ってるコスメで目元を仕上げて完成ですね。ちょっとナチュラルなのでアイライナーはブラックを使います。ダミエリアルリキッドライナーブラックですね。逆にマスカラはナチュラルに、アバンセジョリエジョリエパーフェクトカールマスカラブラウンを使います。目元はこんな感じで完成ですかね。リップはセザンヌラスティングリップカラーの102番、こちらを使います。ブラウン系かな。よし完成です。こんな感じになりました。はい、ということで今回はこちらのねラクシーの4月号のコスメを使ってメイクをしてみました。ほんとね、個人的に気に入ったのはこのチョコのアイシャドウとハイシェーディングかな。いいね、コスメボックス楽しいね。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。